ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。仮面ライダージオウナルデラックスジオウライドウォッチ2だ。イエーイ。こちらは仮面ライダージオウに登場するライドウォッチで、仮面ライダージオウ2に変身するために使うアイテムになります。まだこれは劇中には登場してなくて、前回の予告でこれらしきものがちょこっと出てきましたね。今後これでジオウがジオウ2に変身するんだろうね。ジオウ2は中間フォームになると思うんですけど、僕はてっきりディケイドアーマーが中間フォームだと思ってたので、まだあるんだって驚きました。これは楽しみですね。では早速箱から見ていきましょう。正面のアップはこんな感じ。仮面ライダージオウ2にライダータイム。これが仮面ライダージオウ2だけに時計の針が2つついてますね。時計のベルトのデザインも2本ついています。そしてこれがジオウライドウォッチ2。大きさは少し大きそうですね。箱の横側、ここには連動遊びが載っています。反対側の横側、ここには仮面ライダージオウ2が載っています。箱の上側、2つに分裂していますね。下側、そして箱の後ろ側、ここにはいつも通り基本的な遊び方が載っています。さあ今回はじっくり見ていこう。1番、別売りのデラックス時空ドライバーで仮面ライダージオウ2にライダータイム。ジオウライドウォッチ2はどうやら2つに分割するみたいです。そして時空ドライバーにセットして1回転させることで仮面ライダージオウ2に変身することができます。今回は分割ギミックがプラスされましたね。これは楽しみ。2番、さらに360度回転で必殺技を発動。ウォッチ天面のボタンを押してベルトを回転。こっち側だけのボタンを押すみたいですね。ボタンを押して360度回転させれば必殺技を発動させることができるようです。そして3番、単品遊び。これは合体状態と分割状態で音声が異なるみたいですね。今回分割させることを分裂というようです。今回のジオライドウォッチ2はボタン電池 LR44 を2個使用します。これにはあらかじめテスト用の電池がセットされています。さあでは中開けていきましょう。せーの、じゃららららら。んわあ、なんかすっごい豪華。はい、ということで中出してみました。中には取扱説明書とジオライドウォッチ2本体が入っていました。では早速アップで見てみましょう。正面のアップはこんな感じ。箱に入っている状態ではジオの顔の部分が左側に来ているんですけど、合体状態ではこの位置が正位置になります。それで左側のこのリューズを回すと、このようにジオの顔が左にスライドします。戻すときはこのまま中心に持っていけばカチッとロックされます。リューズ部分はこのようにバネになっていて、手を離すと戻ります。今回のジオの顔はこれまでのライドウォッチと比べると少し違っています。ジオライドウォッチ2の方が目が光っている状態に見えますね。ここのカバーは回りません。カバーの色はシルバーに塗装されていて、後ろの部分はガンメタリックにゴールドの塗装がされています。上側、ここはボタンになっています。横側、ここが先ほどのリューズ部分ですね。ここにはカタカナで仮面の文字がデザインされています。下側、この部分がスピーカーです。反対側の横側、後ろ側、後ろには個別認識プレートがあります。今回は2つが組み合わさっているような状態になっていますね。分裂のさせ方はリューズ部分を回してジオウの顔を左側にスライドさせます。スライドさせたら左右を引っ張ってこのように分裂させます。まずはゴールド部分、ここには仮面ライダージオウ2の顔がデザインされています。ゴールドがとっても綺麗ですね。接続部分はこのようになっています。こことここがジョイントですね。そしてもう片方のシルバー部分、ジョイント部分はこのようになっています。こことここがジョイント部分ですね。合体させるときはこことここのジョイントとゴールド部分のこことここのジョイントを使って合体させます。合体させたらジオウの顔を中心にスライド。これで合体完了です。では続いて大きさ比較。まずは合体状態で比較してみましょう。普通のライドウォッチと比べるとこんな感じ。まあ単純に倍ぐらいの大きさになっています。横側、ディケイドライドウォッチと比べるとこんな感じ。ディケイドライドウォッチと大体同じぐらいの大きさですね。横側、次は分裂させて比較させてみましょう。普通のライドウォッチと比べるとこんな感じ。大きさが大体一緒ぐらいになりました。シルバーの方も一緒ぐらいの大きさです。続いてライドウォッチホルダーに取り付けしてみましょう。合体状態では取り付けはできないですね。分割させるとゴールドの方は
問題なく取り付けできます。シルバーの方は、あ、残念、このリューズ部分が干渉してしっかりはまらないですね。続いてライドウォッチライザーに取り付けしてみましょう。まずは合体状態、天面の部分は、あ、取り付けできますね。こんな感じ。横側はどうでしょうか。いけるかな。あ、隣のものが邪魔になるので取り外します。これで取り付けできるはず。よいしょ。あ、取り付けできますね。取り付けはできたんですけど、多分隣のものがちゃんとはまらないんじゃないかな。隣にライドウォッチも取り付けはできるんですけど、完全にははまりきってないですね。分裂状態であれば天面もいけますし、横側も普通に取り付けすることができます。続いてタイムマジーンに取り付けしてみましょう。個人的にはね、これに取り付けしたいんですけど、合体状態ではどうでしょう。あ、もう完全に無理ですね。分裂状態ではいけるんじゃないかな。あ、ゴールドの方はいけました。シルバーの方はどうでしょう。いけるかな。難しいかな。あ、いけたか。あ、いけた。あ、嘘、いけてない。今これがっちりハマってはいるんですけど、ここがね、干渉しちゃうんですよ。ここが干渉してしまって、今ね、ちょっと横向いてますよね。この状態では取り付けできるんですけど、正面向くようにするとここが邪魔をして取り付けはできません。ではいよいよ音声聞いていきましょう。絶縁シート取ります。まずは単体遊びから。これは合体状態と分裂状態で音声が少し変わります。音声を鳴らすにはここのボタンを押します。まずは合体状態から。一つ目、ジオー2。二つ目、ライドウォッチ2でパワーアップ、王を目指す仮面ライダージオー2。お、これはなんて言ってたんだ。ライドウォッチ2でパワーアップ、王を目指す仮面ライダージオー2。音声はこの2種類になります。続いて、分裂させた状態で音声聞いてみましょう。今切り離した状態でも音声鳴りましたね。ジオー、音声が鳴るのはこちら側だけです。では一つ目、ジオー。合体させた状態だとジオー2でしたけど、分裂させるとジオーになるんですね。二つ目、これは先ほどと音声は一緒ですね。音声はこの2種類になります。ちなみに合体させるとこのような音声がなります。では続いて、時空ドライバーとの連動音声を聞いていきましょう。まずは仮面ライダージオー2にライダータイムしてみましょう。手順はジオーライドウォッチ2を分裂させて時空ドライバーにセット、待機音が鳴ったらベルトを1回転させて変身完了です。ではやってみましょう。いきます。なんか今回の音声は2人でセリフを言ってる感じですね。 LED 発光パターンも初めて見たもので、流れてくる文字はライダーネクストという文字が流れてきました。この状態でも音声はゴールドの方からのみ出ています。シルバーの方は何も音声は出ないですね。では続いて必殺技、手順はゴールドの方のこのボタンを押してベルトを1回転させます。ではやってみましょう。いきます。Twice time!
うん、これはなんて言ってたんだ。ライダーフィニッシュタイム、トゥワイツタイムブレイク。では続いて左右を交換して音声聞いてみましょう。まずはシルバーを上下逆さまにしてセット。ゴールドの方も上下逆さまにしてセット。いきます。続いて必殺技、ライダーフィニッシュタイム、トゥワイツタイムブレイク。では続いてジオライドウォッチと組み合わせて音声を聞いてみましょう。合わせるのは音声の鳴るゴールドの方で試してみます。いきます。うん、ちゃんとタイミングがあってアーマータイムの音声が鳴りますね。では必殺技、これは音声が重なりますね。続いてゲイツでも試してみましょう。必殺技、続いてディケイドライドウォッチとの連動音声も聞いてみましょう。まずはシルバーの方から、カカカ仮面ライダーなんですね。必殺技、これは専用音声はなしですね。続いてゴールドの方も試してみましょう。これも一緒ですね。必殺技、これも専用音声はなしです。続いてビヨンドライバーとの連動音声を聞いてみましょう。まずはシルバーの方から、セットがちゃんとできないですね。反対向きも、ダメだ。リューズの部分が干渉してしっかりはまりません。この中途半端でハマった状態で閉じると、閉じはするんですけど音声は鳴らないですね。続いてゴールドの方を試してみましょう。ライドウォッチブレイク、音声はちゃんと鳴りますね。ただライドウォッチ部分の発光はないので投影部分に映像は出ません。アーマータイムの音声は鳴るんでしょうか。やってみましょう。レバーをあと3回開閉します。アーマータイムの音声は鳴りませんね。では最後に武器との連動音声を聞いてみましょう。まずはシルバーの方から、
あ、はまらないですね。これもいつも通り、リューズ部分が干渉してセットできません。ではゴールドの方で試してみましょう。これは GO2 という音声が鳴りました。ちょっと電源切ってもう一回やってみましょう。いきます。武器にセットした状態だと GO2 の音声が鳴るようですね。ということで本日はデラックスジオライドウォッチ2を紹介しました。まずこの単純なネーミングがジオらしくていいですよね。仮面ライダージオなんとかかんとかじゃなくて2ですからね。この単純な感じが最高です。おもちゃ自体は一つのものが分裂して変身するという発想とギミックは楽しくてワクワクさせられます。待機音もすごいかっこいいですし、デザインも金メッキとシルバーメッキですからね。豪華なのでとってもいいと思います。あとね、発光があれば言うことなしでしたけど、でもそれを差し引いてもとても楽しい変身アイテムだと思います。あとは個人的に劇中での変身ポーズも楽しみですね。ビルドの時の中間フォームはあんまり変身ポーズ変化がなかったので、今回はね、ガラッと変えてほしいなと思います。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、コメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。